皆さんこんにちは、小場翔です。今回ですね、僕が大学生の頃やっていたアルバイトの中で、まあ、少しね変わったアルバイトをやっていた話と、まあ、それに付随してね、最近ちょっと始めようかなって思ってることがあるので、それをねお話ししたいというふうに思います。まずね、僕が大学生の頃にやっていたバイト、まあ、いつも動画で何度も言ってるのは、まあ、塾のチューターなんですね。はい、なんですけど、僕大学ね4年生の一時期ですね、文字起こしのアルバイトをしていたんですよ。で、まあ、これですね、まあ、どんなアルバイトなのかっていうのはちょっと後で言っておきますけれども、まあ、とあるね、文字起こしをする仕事をしてまして、でね、大体1回ですね、文字起こしをすると、時間で言うとね、90分とか100分ぐらいの文字起こしをするんですね。で、もらえるお金がですね、確か1500円とか、まあ、それぐらいのお金がいただきました。で、自分でね、計算をすると、まあ、文字起こしなんで当然なんだけど、聞いてる時間でイコールでね、こう文字に起こすことはできないんで、まあ、そんなに割が良くなかったんですよ。実際ね。だから多分時給に換算するとどうですかね。1個の文字起こしを終わらせるのに、まあ3時間はかからないけどぐらいな感じだったんで、まあ時給で言うと多分700円とかですかね。まあそんなような感じだったと思います。700円もないか。ね、まあ、600円とかそれぐらいだったと思います。まあ、ただ、とある理由があって、まあ僕は一定の期間ね、それを続けてまして、まあその後ね、まあいろいろ理由があってやめたんですけど、まあその話をですね、する前に、ちょっとね、僕の新しい話、する前というか詳しく話す前に、まあ、僕がですねやろうとしていることの話にいきなり移っちゃうんですけど、僕ですね、今考えているのが、YouTube のキャストダイス TV の台本をですね、ノート、今、いわゆるブログみたいなものをですね、はい、それに公開しようかなというふうに思ってます。これはどんな理由なのかというと、まあね、僕自身、動画でね、いろんな情報収集をしていることというのが、まあ、非常に多いんで、まあ、やっぱ YouTube でね、いろいろ見て調べる、学ぶってことが増えてます、僕もね。とはいえ、じゃあ、全く同じ内容を文字と、もしくは動画で、まあ、こう、話された時に、まあ、動画じゃなくてもいいよねってこともあるんですよね。で、キャストダイス TV とか、僕が普段こうやって動画撮ってる内容っていうのも、まあ、結構それ多いと思うんですよ。で、実際ですよ、このサブチャンネルに関しては、こうやって僕が一人で喋ることが多いんで、例えば僕が10分で話す内容を、僕がいちいちね、文字起こししてたら、まあ、さっきの話じゃないんだけど、膨大な時間がかかっちゃうんですよね。それこそ結構まあ早口で喋るんで、多分10分の動画の内容を自分で文字起こそうとしたら、まあ、余裕で1時間はかかるんですよ。ね。自分で一回やってみたんだけど、めちゃめちゃいい加減に急いでやっても、やっぱり45から50分くらいかかったんです。まあ、僕がね、めちゃくちゃタイピング早いから、早くないからっていうのもあるかもしれないけど、まあでもそれぐらいかかるんですよ。で、実際ですね、動画に関しても、やっぱり喋ってる側からすれば動画で喋ればいいんで、まあね、楽だし、皆さんも、例えば使ってる人多いと思うんですけど、この辺にある、2倍速のボタンとかですよね。こういうの使ってて、まあ2倍速とは限らずとも、例えば 1.5 倍速とか 1.25 倍速とかで聞けば、まあ情報自体は効率的に収集できるんで、まあ別にね、文字じゃなくてもいいよって人もいると思うんですよ。ただ、やっぱり文字のいいところって、任意に飛ばせるんですよね。で、動画も全部が字幕になってれば、こう飛ばしながら見られるかもしれないんだけど、やっぱり全部の字幕を入れるっていうのは非常に時間もコストもかかることなんで、まあ、うちのチャンネルではなかなかできないことが多いんです。ってなると、やっぱり次何の話が来るかとかっていうのもよくわからないんで、やっぱりですね、動画を聞く時間っていうのはやっぱり2倍速にしようが、何倍速であろうがやっぱ取られちゃうわけですよね。で、それに比べて文字情報であれば、あ、ここの情報はいらないとかね、こっちの情報だけ見たいとかっていう風に結構選別して見ることができるので、内容によりますよ。別に全部が全部文字情報がいいということはもちろん言わないですけど、僕自身動画でね、情報収集するんで。なんだけど、まあ、文字情報の方が、まあ、効率的だなっていう情報もあるわけです。で、その時に僕らメインチャンネルにおいては、どれぐらいですかね、まあ、7割から8割ぐらいの動画に関しては、ある程度、そこそこちゃんとした台本っていうのを作ってやってます。もちろん台本といっても、一言一句決まってるってことはないですよ。大体ここではこういう情報を話すとか、例えばこう表をね、皆さんにこうお見せしたりもするけど、そしたら表は、そのワードファイルの中に入れとくとか、まあ、それぐらいのことではあるんですけど、まあ、とはいっても読む人が読めば、あ、なるほどねっていう意味がわかるような内容になってます。で、当然、台本はあるといっても、まあ、僕もね、その一緒に出てくれる出演者のメンバーも、その場その場でアドリブで話したりもするので、その台本の話が 100% じゃないんだけど、でもやっぱ 80%、90% ぐらいは台本の話をしてるわけですよ。ということは、その台本を公開することで、まあその動画をね、今までそれこそ何百本ってあるので、何百本どころじゃないんだけど、
その動画を見直すことはできないけど、ね、文字情報だったら、まあ見たい情報だけピックアップして見られるっていう人もいるのかなっていうふうに思ったんですよ。なので、まあ先日ですね、ツイッターでアンケートを取らせていただきました。で、そのアンケートですね、どんなものかというと、まあ今言ったような話でやってみたいんですっていうふうに言ったんです。で、メリットとしては今言ったように、まあ一部ですね、その情報をかいつまんで、咀嚼することができるので、まあ時間効率がいいですって話と、あとはもちろんその勝手にばらまかれるのは困るけど、自分がね、勉強のために利用するだけであれば、例えばコピペをして、ね、自分の携帯にメモをしておくとか、例えばまあスクリーンショットみたいなね、撮って、まあ画像を保管しといて、後で確認するとか、そういう使い方できるじゃないですか。もちろん個人利用であればね、それは全然 OK なんで、まあそういうふうに使えば、よりね、情報のこう、なんていうの、使い方というか、情報処理が皆さんの効率化がね、図れるんじゃないかというふうに思ったんです。ただまあデメリットとして、無料でやることがなかなか難しいっていう事情もあるんです。で、理由が二つあって、一つは、台本はあるんですよ。ただ、それをそのままコピペしたとしても、ダメなんですよね。なんでかっていうと、やっぱりこう、さっき言ったように、コピペを、さらに皆さんにコピペをしてもらったりとか、わかりやすく読んでもらうために、当然、台本に誤字脱字があっては良くない。まあ、誤字脱字ぐらいならいいけど、なんか記載ミスとかね、っていうのがあったらいけないんで、まあ、100% 完璧にできるか分かんないけど、まあ、見直すぐらいはしなきゃいけない。まあ、僕がやるのか、メンバーがやるのか、ともかくね。っていう時点でも時間的にね、まあ、労力がかかるし、で、かつそれを、そのノートというかね、そのブログに移すって時には、例えば表だったら、ワードの表をただピッてコピペするわけにいかないわけですよ。でうまくできないんで、形を整えたりとか、場合によってはちょっと画像形式に直したりとか、やっぱり作業が発生しちゃうんで、まあ、それをね、全部無償で皆さんに出すってなかなか難しいっていうことが一つと、じゃあ、仮に、そこのね、まあ、当然その儲けるそこで儲ける気は一切ないんだけど、例えばそれをアルバイトの子がやってくれるぐらいの時間のね、お金をいただいたとしても、なんていうのかな、パクられるっていうのがちょっとあるんですよね。で、あんまり大きい声で言いたくないんですけど、まあそのうちの YouTube チャンネルの企画とかって、たまにパクられてるのかなって気がすることがあります。はい。別にね、言ってもパクリって言ってもさ、そのね、動画の企画に著作権があるわけじゃないから、そのね、ここがパクリだとか、いちいちそんなこと言わないし、ね、たまたま被っちゃうっていう可能性って当然あるじゃないですか。ね、僕らがなんかマーチのこういう特集したってなった時、たまたま似たような日に同じような話をしてる可能性だってあるんで、まあ、あんまりね、こう、パクリだって騒ぎは僕はないんです。ね。うん、なんですけど、ただ、まあ、ただで見せれば、しかも、1個や2個じゃなくて、何十個って台本を公開すれば、要は他の人がそれをそのまま使って動画を撮ることができちゃうんですよね。だからそこの、まあ、予防線としても、まあ、ちょっと有料にさせてはいただきたいかなっていうふうに思ってます。まあ、とはいっても別にね、1個の台本で1000円取ろうとか2000円取ろうって気はないです。はい。まあ、数百円とか、まあ、すごい高くても、まあ、500円とか、まあ、それぐらいの、まあ、金額のイメージですね。だほとんどその、まあ、もちろんね、高校生の方とか学生さんが支払うのは結構大変な思いさせちゃって、申し訳ないなと思うんだけども、まあ、そんなにそれでなんかガバガバ儲けてやろうというふうには思ってないわけですね。うん。なんで、まあ、そういうふうにやろうというのをアンケート取ったら、まあ大体半分以上の人は、まあその動画だけでいいですっていうのだったんですよ。で、そのさらに、半分ぐらい、つまり4分の1ぐらいの人が、まあぜひ欲しいっていう感じだったのね。で、残りの4分の1の人は、そのまあアンケートに答えないで、アンケート結果だけ見るみたいな感じで、答えてました。なんでまあ50対25対25みたいな感じだったのね。だからそれだけで言ったら、あ、じゃあまあそんなにね、求められてるわけじゃないから、ね、その、赤字を垂れ流してまでやることないかなって思ったんだけど、僕一言ね、リプをいただいたんですね。で、まあわざわざそのツイートね、ここに出したりはしませんけれども、まあ、あまりね、聴覚が優れない方が、リプをくださいまして、おそらく、そういう方だと思うんですけども、要は、YouTube の動画とかも、文字が全部あればいいんだけど、その、まあ、聞くのが難しいから、その字幕を使ってはいると。まあ、ただ、やっぱそれでも正確な情報がね、得られないこともあるわけで、やっぱ文字で、それで情報発信してくれることはとてもありがたいっていう、コメントをいただいたんですね。で、僕それを見て、やってみようかなって思ったんです。で、話を全部戻すと、僕が大学時代にやっていた、そのアルバイトっていうのが、その法科大学院の、ね、授業の文字起こしだったんです。東京大学のね。大学の法科大学院の中で、当然、その聴覚に優れない方がいらっしゃる。で、そういう方も授業を受けられるように、まあその板書はね、見てればさ、別にいいんだけど、音が聞こえないでしょ？先生が言ってる言葉もね。だし先生も全部のね、一言一言のプリント配るわけにいかないから、それを補うために、まあ僕みたいな学生バイトが何人かいて、で、授業をすべてね、もう文字起こしして、僕何担当したかな？確か商法かなんかを担当したんですけど、それで文字起こしをして、で、それを、まあ、その、法科大学院の学生課みたいなとこかな？まあ、そこに持っていくみたいな。そういう仕事を僕したんですね。で、それをめちゃくちゃ思い出して、で、
その、なんていうの、バイト自体は、そんなにね、別に割がいいものではないし、なんかもうそもそも大学の仕事なんでね、そんなにその、なんかお金がザクザクもらえるわけがないんだけど、まあその、意味あるかなと思って僕ちょっとやってたんです。で、僕の友達がもともとやってて、で、忙しくなっちゃって、ちょっとできないってことになって、誰かね、助けてくれってなったんで、あ、じゃあ僕、そんなにね、たくさんじゃなければ、少しだったらね、家でやれるし、まあ時間もあるからいいよってことで、まあその、友達から引き継いでやったんですね。でも僕も、大学卒業する、しなきゃいけなかったりとか、まあ、卒業のための準備とかで慌ただしくなっちゃったんで、またね、別の知り合いに引き継いでね、やってもらうってことにしました。まあね、当然だけど社会人になったらできないですから、その学生の中でってことでやってました。で、僕としてはね、別にそれがなんか採算がどうとかっていう気はなくて、まあ、でも一応ね、最低限かもしれないけど、まあ、一応お金がいただけて、で、自分がやってることが、あ、社会のためになってるなって気がしたんですよ。ね、もちろん別に、学生じゃあいろんなバイトしてて、まあね、塾のバイトだってなんだって、今世の中の役に立ちたいなと思ったし、まあ立った部分もあったと思うけど、やっぱりストレートに、やっぱそういう人に向けての仕事をしたっていうのは、僕人生で初めてだったんですね、大学生の頃。で、それを、なんかこう、やったことをすごいね、僕そのリプをいただいて、思い出して、ぜひやってみようかなっていうふうに思いました。まあただ、視聴者のね、多くの方がやってやってっていう感じではないので、まあそのできる範囲でですね、少しずつやる形にはなると思うんですけど、やっぱりね、まあ聴覚が優れない方にもですね、いろんな情報を届ければ、出ればなっていうふうに思ったので、まあ少しずつかもしれないけど、やっていこうというふうに思いましたので、まあまたね、多分この動画が出てる頃には、そういったものが始まっているので、まあノートのね、URL を概要欄に貼っておきますので、もしね、興味ある方はご覧いただければと思います。まあいずれにせよね、別に金儲け目当てじゃないんで、例えばね、労力が少なくノートに移行できたものとか、まあ正直そのネットに書いてあるものを、まあ編集して僕らは情報を出してるってことも多いんで、その編集度が低いもの、つまり僕らの付加価値がそんな高くないよねってものは、まあそういうものはね、無料で出せるものは無料で出していきたいと思うし、まあその、ね、値段設定とかも全部いくらとかいうよりはね、まあ僕らの労力とこう比べてですね、設定させていただいて、なるべくね、購入しやすくさせてもらいますので、まあもし良ければね、ご利用いただければと思います。まあもともと僕ね、そのノート自体に力を入れてたわけじゃないんで、そんなにね、バカすか売れるってことはないと思うんですけど、まあね、そういうものを見て、もし勉強する気 が起きてくださったりとか、それを使ってね、何か勉強法とかにつなげてくださる方はぜひねご利用いただければと思います。もちろんね、世の中には、まあ、その聴覚以外にもね、いろんなこうあれでね、なんていうんですかね、うまくいかない点を抱えた人もいると思います。うん、病気を持っていたりとか、なかなかね、その体が 100% じゃないよねっていう人もいると思うし、まあ、僕自身もね、動画で何度も言ってるけど、僕は目の病気を持ってまして、まあ内斜視っていうね、まあ厳密な小児性内斜視って言うんですけど、まあ、目がね、こう曲がるね、病気を持ってます。なので、まあそういうハンディキャップとか持っている人を応援したい気持ちもあるし、まあ、ただね、僕がやってることはなんか全部が全部ボランティアじゃないんで、何でも無料ではできないんだけど、まあちょっとでもね、自分がやってることが、すべての人に行き渡るってのは難しいけど、まあ、どなたかのね、まあ、勇気づけになったりとか、なんていうのかな。ちょっと頑張ろうかなっていうね、なんていうきっかけ、僕がね、すべてその人の人生変えることはできないけど、何かのね、まあ、きっかけになれれば、もう十分嬉しいなと思うので、まあ、そういった活動をやっていきたいというふうに思っております。まあ、いずれにせよね、そんなにたくさんはできないので、ほんと月に数本ずつ出していく形になると思うんですけども、やっていきたいと思います。はい。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後におまけなんですけれども、まあ、ノートに関してはね、その有料のもの以外にも普通のね、ブログみたいなものも書いてて、それはもちろん無料で見られますので、それもね、もしよければぜひご覧ください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。